6番でございます。佐渡伊藤酒店晩酌1号1へ、今夜も佐渡島からお送りします。当店は、佐渡の酒全般と、あと新潟県外の約10の蔵の主に純米酒を扱うという意味で、まあ日本で唯一の酒販店です。佐渡の酒 と新潟県外の酒を扱っております。唯一の酒販店です。で、当店の催しというかイベントみたいなのを話をさせてもらいます。今日は17、18年ぐらい前から酒の会を始めておりまして、年に数回をやっておりました。ここへ来て最近こう小さい飲み会ですね、酒の会というよりも、飲み会みたいな感じの集めて皆さんでワイワイ楽しくやる、そういう酒の会を頻繁にやるようになりまして、ある時は、店の中で店を、閉めて店内でやったり、ある時は外へ出てと言うても外の、飲み屋さん行くわけじゃなく、本当に外へ出て、見晴らしのいい海の近くの東屋、この前みたいな東屋とか、眺めのいい、ちょっと高台のなんだろう、なんとか公園とか、そんなとこへ行って、飲み会をするようにもなりました。景色はいいし、酒もうまいということで、つまみというか、料理は、めんどくせ、簡単に作れる俺の、お手製のというかちゃんこ作って皆さんに楽しんで物取ります。話題が今一つ絞りきれんとこはちょっと弱点なんですけども、いろいろ話題があっちフラフラこっちフラフラするの、なんとかそうフラフラせんで酒の話題で持っていきたいなと考えておりますんで、皆さん酒好きな人ぜひ集まってください。それともう一つは、頒布会です。これもまた17、18年前同じ頃から始めた、佐渡の酒とその新潟県外の酒純米酒、最近は、新潟県内の本土新潟の酒も交えての、三つどもえ戦といいましょうか、そういう飲み比べ、佐渡、新潟県外の酒を飲み比べてみるということで、頒布会も夏と、それから秋から冬にかけた、年に2回やっております。この前8月今月で終わった、頒布会はテーマとして、夏こそおかん、暑い時こそ熱く飲めということで、おかんで美味しい、夏でもおかんで美味しい酒をあえて選びまして、皆さんに楽しんでもらいました。それなりの反応はあって、新しい、皆さん新しい発見をしてもろたみたいです。ほんでこれから今度秋から冬に向こうて、それこそ冬こそおかんっていう、一年中おかんなんですけども、冬でもおかんして楽しむ、冬こそおかんの美味しい酒、おかんにぴったりの酒を選ぼうと思って考えております。その一つがここにある冷やおろしの商品ですね。冷やおろしっていうと最近こう8月終わりからもう9月のまだ日中暑い時期にももう平気で売り出されておりますが、ちょっとなんとなくっていうか、ちょっと非常にはっきり言ってものすごく残念な気がしますね。もう頃合いをというか時期を待って出してこそやっぱり季節商品なんじゃねえかなと思います。当店は10月ぐらいから出そうかなと思っておりますし、こういう、冷やおろしの酒を使った頒布会プラス冷やおろしプラス新酒になるか、何年熟成古酒というかそういう酒になるか、この冬の頒布会はそんな酒にを選べたらいいなと思っております。じっくりと、皆さんには味わってもらえるような外れのないような酒を選んでお届けしようと考えております。冷やおろしを含めた、秋冬の頒布会もぜひご期待ください。そんなとこですか。
以上、佐渡伊藤酒店の晩酌一期一会でした。頒布会楽しみです。